はい、皆さん、こんにちは、村長です。今日はですね、最近買ったスタッターエディット2というね、これを少しやります。解説というほどじゃないんです。まずは、ユージャムのハイプっていうやつを入れて、その音にいろんなエフェクトをかけていくんですけれども、まあちょっと聞いてみてください。こんなハイプでの普通のビートです。これに、MIDI でコントロールをして、そしてこのスタッターエディター自身を動かすんですね。で、この画面の下に MIDI が書いてありますけれども、2小節行って、そして何もしないで2小節のところに途中からまた違う音程を送っています。そしたら、ここでまた切り替わるんですね。そういう音楽というか、音楽を壊すソフトですね。をちょっと8小節分まず聞いていただきましょう。で、こうやってですね、作るんですけれども、僕が MIDI の鍵盤を押すと、それにももちろん反応するようにルーティングしてあるんですね。それでちょっといろいろいじってみます。MIDI の音がいけるようにモニタリングをオンにします。そして、ここに、ユージャムでですね、ギターとベースを入れました。これをちょっとソロでやると、こういうギターとベースを入れてあります。これを全部合わすとですね、こんな感じになるというのです。確かに、まあ、例えばダンスなら、まあ、これで延々ループするのもいいと思うんですけれども、ちょっとハードなロックの前奏に埋め込むとかですね。まあ、こういうような使い方ができるんだと思うんですけれども、なかなかですね、まだこの村長おじさんは、これをどう受け止めればいいのか、この音楽をこう壊すようにエフェクトしていくのをどうしたらいいのか、それが何ともわからないというか、どう持っていこうか、ちょっと悩んでるところです。ということで、まあ、それでもですね、こういう音楽もいろいろちょっと研究してね、やってみようと思います。まず、スタッターエディット2のファーストインプレッションというか、そんな感じで、レポートしてみました。またね。